民主党と維新の党が合流して明後日民進党が結成されます。えただ7月の参議院選挙に向けていくつもの荒波が待ち受けています。人事で精神なイメージを打ち出せるのか、野党の中で民主党だけが同調していない消費税引き上げの凍結問題、それに共産党との選挙協力など課題は目白押しです。中継です。 民進党の執行部には新しい顔が起用される一方、枝野幹事長を続投させるなど、要職は温存された形です調整が難航していた代表代行には、維新の党の枝田前代表の起用が固まりました、これまで民主党に在籍したことのない枝氏に加え、待機児童問題で安倍総理を追及した若手女性議員のホープである山尾氏を政調会長に抜擢し、生まれ変わったことをアピールします。 一方、きょうの与野党連携協議会でも消費増税凍結や衆議院選挙での協力が話題になりました民主党を除く4党は消費増税を凍結することで一致していますが増税を決めた当事者である民主党には増税そのものに反対という主張をしづらい事情があります。また、衆参ダブル選挙も囁かれる中、 ある維新の党の幹部は政権交代も狙えると強気ですが、鍵となる共産党との衆院選での協力は見通せていません。